僕はフラットアセステを知ってから宇宙に対してすごく疑問に思うようになってしまったんですけど特に宇宙事業ですよね国際宇宙ステーションであったりそういうものに関してすごく疑問に思うというのかもう完全に印象操作やないかというような情報がいっぱい垂れ流しにされてるっていうんですかねでそういう印象操作を何でする必要があるかというとおそらく何の利益も生んでいないからだと思うんですよ こういう宇宙事業っていうのは、人工衛星とかは別なんですけど、有人宇宙飛行っていうんですかね。あるいは月に行くであるとか火星に行くであるとか。あれって確かに好奇心みたいなのは満たされるかもしれないんですけど、僕らの腹は満たされないんですよ。当然。なぜ何の利益も生まないですよね。あ、ここに行く費用よりも何かリターンがあるかって言ったらないんですよ。完全に赤字なんですよね。 だからこういう宇宙関連事業っていうのはほぼほぼ全部税金で賄われているんですよ。とてつもない費用。何千億っていうものすごい費用ですよね。これが税金で賄われているんですけど、しかしそういうことに税金を払っている側の人たちが気づいてしまったら困るんだと思うんですよね。だから印象操作をして広報活動みたいなことをしてるんだと思うんですよ。で、今回またそういうものがこう発見されたというのか、 黒木瞳さんの朝ナビっていう番組なんですかね。あの、ラジオかなんかの番組に、あの、宇宙飛行士の金井の重さんという、あまり聞き慣れない宇宙飛行士の方なんです,ですけど、この方が出演されているもののニュースの文字起こしがあって、それを見ていたら、すごくやっぱり印象操作が激しいなっていうところがいろいろあったので、ちょっと少しだけ紹介したいんですけど、まあ、この話の中にもいろいろ思うことがいっぱいあるんですけど、 ま、この人もやっぱり宇宙で何をしているのかあんまり語らないんですよ。実験しているとは言うんですけど、何の実験をどれだけの時間、どういうふうにしているかとか、そういうことを全然言わないんですよ。なんか漠然と実験しているみたいなことしか言わないんですよね、宇宙飛行士。もうこれ、ほとんどの宇宙飛行士そうなんですよ。ものすごい税金に何,何百億と使って宇宙に行ってるのに、それ何の役に立ってるんですかっていうことは、全然言わないんですよ。多分何の役にも立ってないからなんですけど、 今回はまあそもそもの宇宙ステーションですよね。これって僕は地獄のようにしか思えないんですよ。なんせ密閉された空間に閉じ込められて、トイレもまともにできない。食事もまともなもの出ない。もうこれだけで刑務所より悲惨だと思うんですよ。刑務所って外に出れますよね。食事ありますよね。で、さらに風呂入れますよね。毎日ではないにしろ。しかし宇宙ステーションでは風呂入れないんですよ。 なんせ水がめちゃくちゃ貴重なので。だから環境としては刑務所以上に劣悪だと僕は思うんですよね。しかしなんですよ。この金井さんは宇宙に行ってみると宇宙食もコンビニで売っているレトルト食品と同じように美味しく食べることができ、洋服も普段と変わらないポルシャツとパンツで生活できます。むしろ地上より快適なのではないかなというくらいの生活を送ってまいりましたと。嘘つけよと <laughs>。 この人は地上でどれだけ地獄の生活を送っているんやと。どう考えても地上の方が楽園でしょと。鍋とか食えるんですよと。ステーキとか食えますよと。熱々のもん食えますよと。ちょっと小腹入ったらカップラーメンしようかなと。お湯沸かして。宇宙ではそうはいかないですよね。火とか使えないんですよ。火を使うような料理ができないんですよ。面白くないですよね。なのに、そっちの方が快適だとか言ってるんですよ。 ものすごい印象操作。で、さらに別の会話では、仕事した後夜には寝て、また翌日には仕事するという普通の毎日を送っています。夜には寝て。これに関しては僕は前々から疑問に思っていたんですけど、前澤さんの宇宙の紹介の動画でも、前澤さんが起きているとき、他の宇宙飛行士もみんな起きている感じだったんですよね。で、前澤さん寝るときみんな寝てる印象っていうか、で、さらにどの宇宙飛行士も、ちょっと今、 宇宙飛行士の誰々さんが寝ているから静かにしないといけませんみたいな。そういう情報一切出てこなかったんですよね。僕見たことないんですよ。ということは、あの宇宙ステーションで生活している人たちは、同じサイクルで生活してるんだと思うんですよ、みんな。この時間を夜と決めて、その夜の時間はみんな一緒に寝ましょうと。で、活動する時間はこの時間って決めましょうとそう。そうじゃないと音が出るような活動とかできないんですよね。 誰か寝てるのにガン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 音立てたりできないので。だからそうしてるんだと思うんですけど。しかしなんですよね。別の会話では、宇宙飛行士が残業して疲弊している時に緊急事態が起こると危険なので残業はなく夜はプライベートの時間に持たせてくれますとか言ってるんですよ。緊急事態が起こると危険なので。これそらそうですよね。国際宇宙ステーションに隕石かなんかパーンって当たって、ちょっと空気がシューって漏れ出したと。みんな寝てる間に。 これなったらどうするんですかと。普通、こういう宇宙船、宇宙船っていうのはあまりないですけど、船ですよね。すごい長時間航行する船とかって、24時間体制で誰かが起きてるんですよ。そらそうなんですよ。なんせ起きとかないと、緊急事態って緊急なので、早急に的確な判断して対処しないといけない。なのに、寝てる。 間に警報器がなんかなったとしても、あ、なんかなってるぞ、なってるぞ、ってなりながら起きますよね、多分。じゃあ,あ、あ、あ、警報器なってるわ、みたいなんで、まだ頭がちゃん、ちゃんと起きていない、ま、まどろんでるような状態で何かに対処しようとしても、焦りますよね。危ないですよね。なのに、夜、寝るんですよ、この人たち。<laughs> ほんまですか、と。危なくないですか、それと。 みんな寝てる間にとんでもないことが起きたらどうするんですかと。で、さらに興味深い話が出てきたというのか、星ですよね。宇宙ステーションから星が見えるのかどうかっていうのはかなりいろいろ言われてるんですけど、まあ、この金井さん曰く地球の近くの範囲を飛んでいて星座など地上で見るのと変わりません。しかしそれがはっきりと見えます。 北半球を飛んでいたり、南半球を飛んでいたりするので、夏の星座が見えたり、冬の星座が見え,見えたり、一日で見える星座が次々と変わっていくのがダイナミックでしたと。星は空気の層を通さないので瞬きませんと。はっきりと星が見えるのですと。こういうようなことを言ってるんですよ。こういうようなことを言っときながらなんですよね。こういうようなことを言っときながら、船外活動した時の話をする会話があるんですけど、宇宙ステーションには、 地球側にしか窓がありませんと。まあ要は下側にしか窓がついていないっていうのを言うんですよね。なので、星が見るのが結構貴重だみたいな話なんですけど、なので地球の反対側にある新宇宙はなかなか見る機会がありませんと。宇宙ステーションの外に出てみると、もちろん眼下には大きい地球が見えるのですが、上の方、あるいは地球と反対側には漆黒の宇宙空間が広がっていますと。その対比が今でも記憶に残っていますって言うんですよ。 これすごく矛盾してないですかと。え、星が見えるんじゃないんですかと。夏の星座や冬の星座が見えるんじゃないんですかと。だから船外活動で外に出たらもっとダイナミックに星がいっぱい見えるんじゃないんですか。って思いますよね。でも、なぜか宇宙ステーションの外に出ると地球の反対側の空は漆黒の闇なんですよ。なぜか宇宙ステーションの中からは こういう風うに星が夏の星座や冬の星座が見えるのに、これ変ですよね。カメラの常識から言ってもおかしいんですよ。カメラの、カメラっていうのは明るいものが画角に入ってしまうと、その向こうの暗いものはもう全く映らないと。だから宇宙ステーションから星を撮っている映像がないんだ、写真がないんだってこう反論する人多いんですけど、その論理でいくと <laughs>、 外に出た方が星いっぱい見えるんじゃないんですかと。なのに、こういうことを言ってるんですよね。で、さらになんですけど、この人はお医者さんらしいんですけど、宇宙という切り口で医学を研究すると、地上の役に立つような新しい発見があるのではないでしょうかと言ってるんですよ。まあ、この言い方している通り、現状何も発見していないということなんですよ。でも発見できるんじゃないでしょうかって言ってるんですけど、しかしなんですよね。 宇宙でどれだけ貴重な発見、珍しい発見、新しい発見しても、地上の役に立たないんですよ。なぜなら、宇宙でしか再現できないからなんですよね。地球で発見なり再現できるのは、地上でできるんですよ。で、多分もう発見してるんですよ、そういうものは。当たり前ですよね。医学の実験なり研究なり、地上で5万という人が、いろんな実験なり研究してるんですよ。しかし宇宙ステーションで、 実験していることって、ほんの少数ですよね。地上で1億の人たちが実験しているとしたら、宇宙ステ1とかですよね。そこで何を発見するんですかと。そんなものが地上で再現できる発見だったとしたら、地上でも発見してます。こんなこともわからないんですよ。こう、お医者さんだって言っているんですけど。あるいは、まあ、印象操作ですよね。何かしら素晴らしいものがここで実験していたら見つかるんだと。 言いたいって言うんですかね。見つかったら面白いかもしれないんですけど、その見つかったことは、その宇宙でしか再現することできませんよね、と。だから宇宙でやるんでしょ、と。しかし、その宇宙に行くのに何億かかるんですか、と。その状態でものすごく素晴らしい薬が作れます、なったとして、そこでしか作れませんよね。何億かかるんですか、と。 まあ、薬ってそもそも高いですけど。なので、こういうふうに、その、宇宙の情報ってものすごく印象操作してきてるんですよね。そのことに全然気づかないというのか、この黒木瞳さんも全然気づいていないっていうんですかね。会話の中でも矛盾があるのに、宇宙ステーションの中からは星座がちゃんと見えるのに、外に出たらなんで見えへんのと。普通疑問に思いますよね。でも何も突っ込まないんですよ。 この辺がまあ宇宙飛行士にはなんか突っ込んではいけないっていうようなあれがあるのかなと。他の宇宙飛行士の方のその記者会見とかでも全然突っ込まないんですよね。記者の人たちが。重要なことっていうのは。あなた方がそれだけものすごい予算をかけて宇宙に行きますけど、何かしら僕らのためになること、利益になることってあるんですかあるいはあったんですかこの質問だけでいいんですよ。でも絶対しないんですよ。 多分してはいけないってなってるんですよ。おそらく。だから気づくべきなんですよね。特に宇宙にロマンを感じている人ほどっていうんですかね。まあ、他にもいろいろ疑問に思うことがまあ、この会話の中ではもうめちゃくちゃあったんですけど、まああの今回はその少しだけちょっとピックアップしてあの紹介してみましたというあの話でした。黒木一恵さんと宇宙飛行士の加内なんとかさんという人の対談でも。 まさに印象操作がいっぱい行われているんだなということを実感できるあのニュース記事があったので紹介しましたという話でした。以上、芸術を僕はご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。